ということで皆さんこんにちは。コウ先生、としこ先生のソロバンチャンネルです。ということで、今回はですね、前回の、塀をかけるソロバンシリーズの、第1回の後編としてお届けしていこうと思います。ゲストは引き続き、同じく、宗像梢先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということで、後編では、ソロバンではなく、慶応について、伺っていこうかなと思いますが、まあ、前編でもお話がありましたが、梢先生は、まあ、高校時代、慶応義塾女子高等学校に、まあ、入学をされたということになりますが、まずは、まあ、本当に皆さん、まあ、疑問かと思うんですが、なぜ、慶応へというところなんですが、慶応には何か、思い入れがあったのかとか、いろいろお聞かせいただいています。ちょっとすごい怒られそうな意見なんですけど、全然私慶応に行くつもりはなくて、記念受験だったんですよね。記念受験だったの？マジか。で、本当は国公立に行きたくて、第一志望は国立の高校だったんですけど、まあちょっと5科目があまりに苦手すぎて国公立に落ちまして、で、私立は結構いろいろ受かってはいたんですけど、まあそしたらやっぱり大学ついてるところに行った方が、もうちょっと勉強もそんなに得意ではなかったので、もう勉強とも離れられるかなって思って、いや慶応女子って慶応義塾高校より全然偏差値高いですからね。全然上ですから。なるほどなるほど。ちなみに慶応義塾まあ、女子校は入試に必要な科目ってのは、何があったんですかね。英数、国と、あと作文がありましたね。作文、別に作文っていう形なんですか。別でした、確か。なるほどなるほど。じゃあそれはまたなんか英数国以外に作文で対策をしてっていう感じなんですかね。いや、作文あるの私当日に初めて知ったんで。マジで。すごいですよ、それはマジで。いや、まあすごいですね。ただもちろんだからそれに対応できる国語力は持ち合わせていたと。受験勉強中は対策はせずに、もう、まあ、記念で受けられたらっていう、もう本当に気持ちで受けたってことなんですかね。そうですね。もう塾に言われて受けたみたいな感じです。なるほど、なるほど。ちなみに、その、高校から入るためには、まあ、入試の、まあ、枠とかあると思うんですけど、女子校からっていうのは人数はどれぐらいなんですかね。結構狭いと思うんですが。100人ですかね。なんか一学年確か200人いて、半分が内部の人たちなので、外部が100人ぐらいでした。100人しか受かんないって相当少ないですからね。ちなみに皆さん。100人ですよ、100人。いやすごいですね。慶応義塾高校はだって何百人合格するんだ。多分4倍ぐらい合格すると思うんで。まあ、内部生もいたと思います。多分400人ぐらい合格してるはずなんですよ、あれ、確か。そうですね。その中の競争をくぐり抜けて、まあ、小手先生は、まあ、慶応に入られたわけですけども、はい。まあ、ではもう、それはもう、受かったから、もう、せっかくだから慶応に行こうっていう感じになったわけですかね。慶応受かって、で、ただもう一個その時に公立受けてたので、まあ、そっちが受かったら、公立行こうかなって思ってたんですけど、まあ、落ちたので、慶応に行ってきました。それは何、理社が苦手だったっていうこと。社会ですね。社会ですね。はい。もうそれだけ、社会だけ多分私偏差値50ないぐらいで。僕多分それ理科のパターン僕です、それ。似たようなパターン。理社ができなくても、でも逆に言うと、慶応にはいける可能性がある。なるほど、なるほど。まあそれで、まあ、慶応に進んだという形ですが、はい、まあ慶応に入ってみて、なんか、まあ、なんかこれ、すごいなとか、なんか驚いたことってありますか？はい。で、そう、なんか、これが、こんなイベントありましたとか。なんか、みんなすごい余裕があって、人に干渉しないんですよね。そこがすごく最初新鮮で、なんか、女子校だったので、最初のイメージ、やっぱり、まあ、いじめとか、ちょっとね、ちっこいところとか、怖かったんですけど、でももう、みんな自分に、自信があるから余裕があって、もう周り一切変なことを気にしないんですよね。はいはいはい、ですごいさっぱりとした友達関係が築けたので、すごくそこは嬉しかったです。うん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 。面白いっすね、これね。いや、まあ僕たちなんか男子校だったらね、全然イメージつかないですけども。いやでも、まあまあ男子校も、まあそれ、僕の回がこの後あるんだよね。じゃ僕が今喋らないようにしておこう。言っちゃっていいよみたいな。いやいや、あ、でも、まあね、ご存知の方もいるかと思いますが、小泉先生の、まあ、後輩に当たるのは芦田愛菜ちゃんですもんね。
あ、そうですね。あ、そうだね、マナちゃんね。はいはい、もう今もマナさんって言ったのが、言った方がいいかもしれないですよ。まあだから、そういった、本当に、あれですね、まあ、だから本当に、まあ、もう、干渉せず、まあ、皆さんも独立して、まあ、自由な交付っていうイメージなんですかね。なるほど、なるほど。ちょっと、まあ、女子校にね、どんどん、まあ、関して質問していきたいと思うんですが、この、ちなみに皆さん、慶応義塾女子高校のことを略して女子高ということ で、ね、もちろん慶応に入っている方は当たり前のように女子高って呼んでるんですけど、そういう、なんだろう、一般的ないう女子高ではないので、はい、略称がそうですよってことで、ちなみに慶応義塾高校は10校って呼んだりしますので、はい、そこだけ皆さんね、わからないと何の話をしてるんだろうということになるかもしれないですね。はい。という形になりますが、まあ、僕もね、いろいろ、まあ、噂で聞いたことあるんですが、なんかその、この女子校ならではのイベントとか、あるいは科目とかって何かあったりしたら教えていただけますか？イベントは演劇祭がありましたね。うん、あとな、うん、多分特殊なのは演劇祭で、うん、科目は特に特別なのはなかったんじゃないかなと思ってます。うん、なんか科目とか、あるいはその毎年これやんなきゃいけないって課題とかありました？あ、なんか、なんだっけ、なんかさ、小説を書くというのが、2年生か3年生、なんかあって、何枚だっけ ?80 枚。原稿用紙80枚以上とかで確か小説を書くんですよね。何書いた？それがすごいエグかったです。ちなみに何書いたか覚えてます？あ、私はもう、ね、ジャニーズ好きだったんで、ジャニーズの舞台をちょっともじった感じのを作りました。いいね、でもね。すごいですね。いや、演劇祭もすごい気になるんですけど。うん、そうですね。ちょっと演劇祭、私委員会やってました。実行委員会やって、もう疲れすぎてやばかったですね。と当時からヘトヘトになる生活をしてたんですね。高校生も、ね、大学生でもね、前編でアルバイト7つしたっていうね、はい、お話もありましたけど。そうですよね。小出先生はあれですか、高校時代多分前編にもありますが、演劇部にも入られてたんですか？そうですね、演劇部入ってはいたんですけど、なんか演劇がやりたくて入ったというよりもまず大好きな先輩がいて入り、で入ってからも役者というよりは衣装とかメイクとか裏方をやってたので、なるほど、私自身が演じたことって多分2回ぐらいしかないんですよね。で演劇祭でも役者とかをやるのではなくて実行委員会の方に入って、まあ、どっちかというと裏方の方で頑張ってました。なるほど、ね。なんかイベントを作り上げる方が、なんか楽しさを覚えるみたいな。そんな感じ。そうですね。ね、ほんと前編のさっきのその夏の、イベントみたいなのありましたよね、はい。フジテレビのね。そう。だからそういうのも、なんか、いいっすよね。関係ありますよね。なんか盛り上げるみたいなのね。ああ、そうなんですね。いや、でもすごいですね。それこそ演劇会ってのも、だから、あれですよね。脚本とかも生徒たちが自分たちで書くってことですよね。そうですね、脚本も書いて、でキャストとか、あと大道具小道具とかも全部自分たちで作って、なんかベニヤ版、背景を自分たちで書くんですけど、はいはい、ベニヤ12枚ぐらい多分使って、そう、背景すっごいの作るんですよね。いやー、すごいですよね。だから一から高校生にしてもテレビ局をやってるっていう。そうですね、本当にそんな感じです。そういうのやっぱ経験させてくれるっていうのが、やっぱ慶応らしさっていうのはなんか感じる、規模が大きいなって感じですよね。だって普通の高校の文化祭だったら多分そんな、ね、ベニヤ12枚何やってんのこいつらみたいな感じになりますもんね。いやすごいですよね。わ、まあ、それこそね、僕たち高先生と僕もですね、学友会って部活に入っていて、女子校ともね提携があったんですが、まあやっぱりその女子校の、まあ、文化祭はあれですかね、なんて言うんでしたっけ、これですね。神奈祭。神奈祭って名前がありますけども、いろいろやっぱり、いろいろな。10月にやるからですね。そうですね、10月の祭りで、神奈祭。ただあれですね、いろいろなんか厳しい、なんかこういうことはしちゃいけないとかって、いろいろ多分チェックとかも、やっぱり。ありますね。なんか、その演劇祭とかもそうなんですけど、イベントごとに実行委員会がいて、で準備期間も本番中も実行委員会がずっと
校内を見回ってるんですよ。はい、でちょっとでも、ね、あのやっちゃいけないことやってるとなんか減点取られる。そう減点でそうそうそうあったあったすごいあった減点。うん、だからそれこそ女子高生はもちろんですが僕たちの方がねやっぱピリピリしなきゃいけないっていうね。そう受講はご自由ですからね。うん、いやまあでも本当にだからそういったまあだから。自由でもありながら自分たちでちゃんと作り上げなきゃいけないっていうね。うん。それが、まあ、女子校の本当に特色っていう感じはしますよね。そうですよね。まあ、先ほど今度は、まあ、女子校にしかないような課題っていう話で、さっき小説っていうお話がありましたけども、あとは、なんかもう一個、なんかすごいのがあったような気がするんですけど、なんだっけ？なんか、僕がなんか覚えてたイメージでは、何かこれ、暗唱をしなきゃいけないとかってありました？憲法だっけ、平和条例みたいな。ああ、なんかそういうのがあるんですか。なんかそうですね、すごい長いのを暗唱しないと卒業できない。卒業できない。なんかありましたね。まあ慶応の女子校ってなると、まあ、内部からね上がってきた子たちもいるかと思うんですが、まあ逆にその、まあ、外部から最初1年生の時に、ね、入ってきて多分何か驚かれたこととかっていうのは特に、まあ、本当になかったかなっていう感じで、もう仲良くみんなっていう感じだったんですよね。そうです。なんか内部の人たちすごい頭いいんですよ。正直ちょっとまあ、自分外部で受験して入ったし、勉強はちゃんとついていけるかなっていう自信はあったんですけど、でもなんか内部の人たちめちゃめちゃちゃんと勉強しててすごい頭良くて。なんか最後ついていけなくなったの自分でしたね。男子と違うなこれ。女子はちゃんと勉強してるんだライフはとか言ったら。なるほどなるほど。いやーでも面白いですね。うん、まあやっぱこういった話ってのはやっぱね実際に中にいた人にしか分からない。そう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 。だから結構やっぱりね外からするとねやっぱりその内部組はダメとかってまあ僕とかもね内部だったりするので。なんかそうか、としこないぐらい勝手にね、まあそういうレッテルが貼られたりはするんですけども、まあ、でもやっぱりねこういった形で皆さんに知っていただくっていうのはねとても大事なことだと思うので、うん、ちなみにまあ高校からね大学に上がるためにはまあいわゆるまあ一般で言えばねなんか内申点とかあったとすると思うんですよ。女子校の場合はそのまあ成績でまあどの学部に行くとかっていう決め方があったと思うんですが、なんか女子校時代の成績の例えば評価とかっていうのは何段階評価とかだったんですかね。女子校から大学に行くときは医学部とか薬学部とか、 なんかほとんどの学部は人数制限があるので、うん、第一志望の人がいっぱい集まったらその内申点で、うん、切っていくんですよね。でただ文学部と商学部は定員がないので、まあ、最終的にその全部、まあ、漏れちゃった人っていうか第一志望とか行けなかった人は文とか商に行くっていう感じでした。医学部だとちなみに10点満点中だと何点ぐらいで行ける感じなんですか。もうわかんないです。当時だとどれくらいなんだろうみたいな。ね、もうなんか10点中10点満点取っててももう第一志望の人みんな10点だからその中で争うみたいなイメージでしたね。なるほどなるほど。なんか女子校は10段階評価っていうことですよね、要するにね。確か10ね、はい、19、8、7、6みたいな、うん、なるほどなるほど。10点取ってもいけないみたいなことあるんですかね。あると思います。それだったら何で決まってるんですかね。集まんないし人数もすごい少ないので5人いないぐらいなんで、いや女子校からって少ないですよね。だから医学部行く人はやっぱり10校ルートの方がなんか一番いいとかっていうふうに、まあ、男子であればですよね。そう女の子もね。そうそう男子はそれでいけるけど女子は確かにそのルートが、なるほどなの。クラスとしては小泉先生の時はクラスは何クラスあったんですか。一学年4クラスありました。うーん、一人クラス、まあ、50人もいた。50人の4クラスです。ね、そっか、50人ってすごいですね。うん、あれでも今は多分50人じゃないんだよね、確かね。今は1クラス増えたんですよね、確か。減りましたっけ。あ、そう、だから 40× いくつになってるんじゃなかったかな。50人ってやっぱり多すぎたんじゃないですか。なんで50人なんですかね、あれで。でも50人いると演劇会とかもすごい大規模なんですよ。演劇祭に合わせてクラスが編成されてるんだ。そういうことか。すげえ納得がいった今。だから12枚もベニヤ板が違う。組織としては確かに50人いればっていうとすごいですよね。なるほど、何でもできるもんね50人いればね。確かにね。それか。確か
認、そうか、すごいですね、それは。じゃあ、確かクラス替えとかは毎年あったんですか、それとも同じっていう感じですか。クラス替え1年から2年にかけてかな、1回だけありましたね。じゃあ2、3年生は一緒だったっていう感じ、ね、一緒だった気がします。じゃあそれは当時の僕の10校と同じですね。女子校も一緒かな。うん、そうですね。なるほど、なるほど。いやー、そうですね。まあ、本当にこれ聞くだけでも、まあ、女子校って本当、すごいなんか特色があふれるね、学校だなっていう感じが伝わってきますけども。いや、なんか人間関係がそのサバサバしてるっていうのはちょっと、なんかいいなと思った、ね、女子じゃないけど。いいね、俺は女子じゃないけど、みたいな。そうですよね。うん。やっぱり、お互いがそこまで干渉しすぎず、まあ、協力するときは協力するっていうのもね、うん、いいですよね。うん。だって演劇祭の時はね、協力してやらないといけないわけですもんね。あ、そうですね。もちろんみんな仲いいんですよ。仲いいんですけど、人の悪いところを見ないんですよね。いいところだけ見てて、悪口とか一切なくて、いじめももちろんないですし、なんかそういうのが世間一般でいう女子校とはイメージが違ったなって思います。一番印象に残ってる先生ってどんな感じの先生ですか？私3年間ずっと同じ先生、男性のちょっと背ちっちゃめの先生にずっとお世話になってたんですけど、その先生は教卓になんかマーメイド座りをするんですよ。もうなんかそれやるとみんな生まれたマーメイドみたいな。そういう先生がいたりだとか、あとはもう一人男の面白い先生は男は踏み台使い捨てだってもうみんなに教えてもう女子高生はみんな聞いたことある言葉なんですけど、そういうのを教わったり、それは教わったっていうのかな。まあ慶応は癖のある先生多いですからね。だから女子校にいた先生がね、まあ慶応の中でまた別のところに行ったりとかすることで、結局巡り巡って10校に来たりとかね、そういうことがありますもんね。いや、面白い先生多いっすよね、本当にね。で、やっぱり総じてやっぱり女子校は、やっぱり今から、これから慶応義塾女子高校行こうかな、どうかなって考えてる人にとっては、やっぱり小泉先生はどうですか？おすすめします？それともおすすめしない？どうですか？おすすめします。授業が2時40分に終わるんですよ。そこって感じなんですけど、そう、授業が早く終わるので、その、後の時間を自分で好きに使えて、部活頑張る人はもう部活に当てますし、友達と遊びに行くのもよし、で、私の場合はもう終わった瞬間アルバイト行ってたんですけど、それでその、自分の、なんだろう、時間の使い方もう、自然と学べるので、そういう面でもすごく学ぶことは多かったなって思います。っていうか慶応義塾女子高校はアルバイト OK だって言ってる感じですか？ OK なんですか？あ、OK です。あおー、結構な高校生とかでもね、学校でやってもバイトがダメとかっていうの結構あったりするじゃないですか。そういう意味では本当に自分の自由に時間が使えるっていうところになりますよね。ちなみにそのやっぱりテストとかで結構大変なんじゃないかなって思うんですけど、入試ではなく、1学期の試験とか2学期の試験とか、かなり大変ですか？大変ですけど、周りがやっぱり頭いいので助けてくれるんですよね。もともとずっと授業ちゃんと聞いてる子たちは、もうテスト前も全然余裕ですし、普段ちょっと、ね、あんまりちゃんとやってなかった私みたいな人たちもテスト前めっちゃ焦るんですけど、もう周りがみんな理解してるんで、教えてもらえて、なんかそこはもうみんなでなんか協力して乗り越えるみたいな感じでした。いやめっちゃいいっすね、慶応。なんか自分たちで褒め合ってどうするって話ですけど、でもやっぱちょっと気になるのは、もう今までいいことしか話してこなかったんで、ちょっとやっぱこの慶応義塾女子のここだけはちょっとみたいなのっていうのあったりします？あれば制服やっぱりそこかとか言ったら、僕から言うのもあれですけど、いや、わからないです。それはだから女子目線からしてどうなんですかっていうのはやっぱりあるんですか？いやもう可愛くないし、なんかなんだろう、デザインがシンプルすぎるので、可愛くするにはスカートを巻く、もう短くするしかないんですけど、もうなんかみんな短くしすぎてお尻出ちゃってるし
それ YouTube 的にちょっと問題大丈夫ですか。でもたぶんね、女子校のことをご存知でない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、女子校の制服ってどんな感じなんですか。グレーで、はい、スカートももうプリーツがない、ただなんか布一枚巻きましたみたいな感じで、はい、なんか昭和の銀行の制服みたいな、わかんないですけど、イメージ。それずっと変わってないってことですよね、ずっとね。だからでも、女の子って結構制服でね、学校を選ぶっていうのもあるじゃないですか。ある程度ね。だからその辺はちょっと大きな、こうね、要素になるかもしれないですよね。でもわかんないですね。そのうちは変わるかもしれないですし。いや、変わった方がいいと思いますよ。そうなんですね。なるほど。それ以外では、特には、なんかここは、こうであってほしかったとかっていうのはな、まあ、小出先生からしたらないって感じですかね。まあ、強いて言うならもうちょっと行き近だと嬉しいですね。微妙に歩くんですよね、駅から。場所的に難しいですよね。どっちから行っても、っていうところはありますもんね。ちなみに、最寄りの駅って、これ、小出先生、まあ、女子校の最寄りの駅ってどちらですか。田町ですね。ほとんどの人、田町から来て、一部麻布とかから来る人もいるんですけど。なるほど。まあ、場所的にはね、あれですよね。一応、まあ、もう、ある程度、まあ、東京タワー見えるっていう位置ですもんね。はい。まあ、ただね、なんか、慶応の力だったら、なんか、目の前に駅持ってこれそうな感じがしますけど。早稲田はあるもんね、だってね。早稲田はあるもんねっていうか、別にそれは早稲田は地名だからかっていうのある。慶応っていう地名はないから、なんとも言えないけど、みたいな。なるほど、なるほど。じゃあ、その2点って感じですかね、これで。そうですね。なるほど、なるほど。ちょっと今度は大学についてもお話を伺っていきたいんですけども、まあ、今度は小出先生は、まあ、今度は大学は経大学部に進まれたということですが、そこから内部に変わったわけじゃないですか、一応内部で上がりということなんですけども、はい、そこで大学に入ってみて、なんかここが高校とガラッと変わったなとかってありますか。やっぱり外部のみんなが頭良くて、もう内部舐められてる雰囲気がすごいんですよ。もう入学式で内部生が集まってると、それをもう外部の人たちがすごい冷ややかな目で見てて、もうこれは仲良くなれないなってちょっと思っ。いや、それだって3年間ずっといる人とね、新しく入ってる人っていうのを考えるとね、なかなかそのね、内部進学生と交わるっていうのはね、そうだよね。まあ、ただまあ大学だからね、そこまで交じる必要はないと思うけど、例えば中等部とかね、高校とかだとね。確かにね、そうですよね。まあでも、まあ人数規模がね、大学そもそも違いますからね。小泉先生が行かれた経済、その時って経済って分かれてました？ A タイプ、B タイプ。私の代から A、B、B が初めてできました。A と B ってのはどういった違いがあるんですか？ A が数学を使う経済で、B が数学を使わない経済らしいです。ちなみに小出先生はどちらに進まれたんですか？私 B です。お、数学を使わない方に進まれたんですね。はい。おー、なるほど、なるほど。でも、これは、でも、いずれは同じ授業を取ったりするって、なんか言ってる。どうなんですかね。最後混じってたのかな？なんかあんまり A と B の違いは感じてなかったです、そもそも。へぇー。だから、どっちを選んだとしても、まあ、一応ちゃん、もうちゃんとやってれば同じ卒業っていう形になるっていう感じですね。そうですね。一学年、まあもう大学で言うと本当に単位大きいと思うんですけど、経済だけで何人ぐらいとかって覚えてますか？え、何人いたんだろう。何クラスぐらいありました？クラス的に。いや、わかんない。私14組だったんですよ。でも最後30組とかまではあったと思うんですけど、それ以上ちょっとわかんないですね。まあ経済学部に進まれて、ただ数学を使わないね、 B タイプってことですけども、はい、これなんか経済ならではのなんか科目とか、それかなんか印象に残ってる先生とか科目とかだったりします。ちょっとあんまり授業を受けてなかったもんね。アルバイトがね、ちょっと前編でお話をしましたけど、もう高校の頃からね、もうアルバイトが楽しくて、いろんな仕事をするっていうのがね、そう、今もバリバリ働かれてますけど、やっぱりでもまあ、それだけやっぱりアルバイトをしてたっていうのはね、すごいいいんじゃないですかね、社会との関わりがすごいやっぱり出て、ね、実際の経済を学んでるっていうことじゃないですか。確かに。ね、なんか経済だと、まあ、僕のなんかまあこれイメージ、まあ、本当にどの学部もそうなんですけど、なんか内部って留年しやすいってイメージがあるんですけども、あ、経済は勉強的には難しかったですかね。
え、でも私が留年しないで行けたぐらいなんで、難しくは多分ないとは思うんですけど、あのゼミが結構入るの難しいみたいで、特に男子が、なんか女子はもう最後拾ってくれるゼミが結構あったりするんですけど、あの男の子たちはもうゼミに入れなくて、入りたくてあえて留年する人とかもいるって感じがありますね。すごいですね。うーん、やっぱりだからそのゼミがいずれのその就職とかに直結してくるっていうことなんですかね、それは。なんですかね、まあ、確かに就職の面接とかでなんか聞かれはすることですよね。なるほど。なので、まあ、もしこれからですね、経済に進もうかなとかって考えている方はですね、まあ、ちょっとこのお話をぜひ参考にしていただいてって感じ思いますが、こうですね、高先生ね、まあ、法学部でしたけど、なんか経済学部になんかちょっと、あ、なんかこんな質問とかありますか？いや、てか経済学部の普通に、あのゼミは何ゼミだったんですか？どんな関連のゼミだった？っていうのは聞きられますね。行動経済学なんですけど、でも、なんかそんなにちゃんと勉強した記憶がなくて、なんかそのゼミの先生がすごい優しい方だったので、あの、私卒論を自分で題材も決められなかったし、決まった後も全然書けなかったんですけど、なんか半分ぐらい先生が書いてくれてっていう優しいゼミでしたね、うん、いやでもね、僕も多分なんか似たようなゼミだったりするんで、まあそういうなんかあの大学入ってゼミ入ってその後卒業大変なんじゃないかって思ってる方々は、あの意外とそうじゃないゼミもあるよっていうことも一応知っていただけたらなっていうことで、あのもっとゼミ頑張ってる人にはごめんなさいっていう感じですよね。先生そんなこと言ったらあれですけど、僕もそういったタイプだった、はい、なるほど。まあだからもうそのちゃんと勉強もして、まああとはもう自由な時間はあの小出先生はまあアルバイトに使ってっていう学生生活っていう感じですね。まあね、その場もやってっていうことですよね。そうです、その場も、そうですね、全然でね、その場に触れてますけども、そうですね、まあその場もやってっていう形で、まあ小出先生としてはまあ大学時代振り返ってみてどういった感想とかありますか？楽しかった。なんか大学の時にその自分でやりたいことも自由にできたし、その自分が選んだことに対する責任を持たなきゃいけないっていうのもなんか学生ながらにすごく感じて学びながらできてたので、まあ、なのでそのあんまり授業に出てなかったとかがあの良くないことっていうのは分かってたんですけど、それよりも自分にはやりたいことがあって、でそれをやるからにはまあその親とかに学費も払ってもらってるわけですし、その自分が選んだことに対する責任を持たなきゃいけないとかを、あのちゃんと学びながら過ごせたので、なんかやっぱり自由があるっていうのはすごい大事だなっていうふうに思いましたね。いや、まあ、慶応はやっぱり独立自尊っていう言葉そのまんまですよね。高校時代の話からも聞いてました。すごいですね。もう小杉先生の話を聞いてれば独立自尊っていうのが伝わってきますね、これはもう。いやという形でですね、あの、まあ、あの後編ではですね、小杉先生の、まあ、慶応に関して、まあ、女子校からそして大学についてという形でお話を聞いていきましたけども、まあ、最後にですね、あの、まあ、この前編と後編合わせてのちょっとご質問をしたいと思うんですが、まずはですね、まあ、将来子供にそろばんを習わせたいかどうかっていうここをですね、ちょっと小杉先生に聞いていこうかなと。もし子供ができたらそろばんを習わせたいかっていうことをちょっとお聞きしたいんですが、どうですかね。もう絶対習わせます。おー、嬉しいお言葉ですね。やっぱりこれは小杉先生が経験したのを、まあ、やっぱりぜひ子供にも体験してもらいたいっていうことで感じです。そうですね、なんかやっぱりソロ版って、まあ、計算力がつくのは当然ですけど、集中力もつきますし、うん、なんだろう、その、うん、頭の使い方とかでなんか学べることがすごく多いと思うので、なんかもう私の年になると自分は子供いないんですけど、友達とかすごい子供も生まれてて、うん、もうその子たちにもすごいおすすめはしてます。嬉しいですね。それで嬉しいですね。うん、またね、前編であのおっしゃってましたけど、小杉先生はね、その読み手としてもね、またこれから活動していきたいということなので、うん、まあ、ぜひですね、本当に今ソロ版という関わりがね、まあ、ありますので、まあ、これからが僕たちも楽しみというか、まあ、いろいろまた僕たちのチャンネルでもですね、いろいろ出ていただきたいなと思いますね。はい。で、あとは、そうですね、もし、最後に何か、まあ、視聴者へのコメントとか、まあ、慶応に入りたい方とか、そろばんをこれから習ってみようかな、とって書いた方に、まあ、もし何かコメントがありましたら、最後、いただけますでしょうか。
はい、もうそろばんはすごくおすすめです。なんか自分もそろばんをやってたから今のこの人生があるんだなって思う部分もすごく多くて、なんか自分の基盤を作ってくれたって言っても過言ではないぐらい、すごく大事なものだとは思ってます。で、まあ、慶応に入れたのも正直そろばんをやってたからっていうのも結構大きいのかなと思って、その勉強に対する集中力とかすごく使えた部分は多いですし、まあ、それで慶応に入れたことで今もすごくお仕事も楽しくできてますし、自分の人生の幅が広がったなって思うので、もう本当に元を正せばそろばんありきの人生って思ってるので、すごくおすすめですし、お子様とかにもぜひ習っていただければとは思います。はい、ありがとうございます。いや、素敵なもう言葉をいただいたので、もうこれであれですね、僕たちはもう安心して眠れます。眠らないでください。冬眠しますもん。いや、だけどその場にやってた子がまた慶応に入ってくれたりとかすると、そういったつながりがね、またできるのも我々も非常に楽しみなので、ね、ぜひぜひ、ね、仲間が増えると嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、そうですね。ということで、まあ、今回はですね、初めて、まあ、やりました、この慶応かけるそろばんのコーナーでしたが、まあ、第1回のゲストは、村方小杖先生に、来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、皆さん、まあ、次回のシリーズはどなたがゲストに来るか分かりませんが、またいろんな方をね、お呼びしていこうかなと思いますので、ぜひ皆さん、楽しみにしておいてください。それでは、皆さんまた次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。